どうもこんにちは。ブーメラン小市です。ということで、最近はですね、もうね、名前を宣伝部長の小市から、ブーメラン小市に変えようかなと思ってまして、というのは、本当にブーメラン現象を扱うことが多くって、まあ、一般的にはね、やっぱり自分が、まあ、発言した言葉等々ですね、それぶん投げて、 で、それが、実は自分も過去に同じことやってました、みたいな感じで、それがバレて、恥ずかしくなってちょっと発言を控えるとか、まあ、中には、まっとうな人謝ったりとか、過去にそういえばそういうの言ってましたね、ブーメランですね、すいませんでした、みたいなことやるんですけど、まあ、大体ブーメラン投げる人はそのままスルーしてと言いますか、ちょっと、なんかなかったことにするみたいなね、みいう感じで、まあ、やっていくわけなんですけども、まあ、私が使っている件なんかで言うとですね、 あのブーメラン投げます、ね、投げげままますすすねってきますそれ受け取らないんでまたもう一周しますみたいな感じでずっと空中を浮遊してるんですよ。でそれが1個2個3個4個ってどんどん増えてってもう今何個あるのかもうわからんっていう感じで空中がブーメランでねあの渋滞してるっていう状況についてやっぱり解説してますんで、まあ、そうなってくるとこれはもうブーメラン専門家やろみたいな話がありまして、まあ、名前変えちゃおうかなっていうふうに思ってるわけなんですが、まあ、と,というわけなので えーと今回はそのねブー,ブーゲル今ねブーメランをたくさん投げておられる大津綾香さんのねまあお話とそれからですね橘さんにね小一の予想外れとるでみたいな話をされたんでその件についてやっていきたいというふうに思います。 はい、というわけでこちら立花隆さんの、えー、と動画なんですけども橘立花隆が大津白の名誉を毀損しても大丈夫な理由ということでまあ,あ自分は名誉を毀損してるんだけど違法租却自由っていうのがあって。 分かっってててやってんですよということを解説されていて、いこの動画の、まあ、後半の方であの村岡弁護士は刑事告発ですねは要は破産犯罪人が本来は刑事告訴するべき事案を何で村岡弁護士は刑事告発してるのかということについて解説しておられているのでそこについてちょっとご紹介していきたいんですけど。 はい、で、その件についてこちらでねちょっと解説していきたいんですがまあ、大津さんのブームラン現象というかもうほんと止まらないんでねなんかもうあの追うのが大変ですよ <laughs> 追わなくてもいいのかなもうでえー、っとですねまずえー、っとなぜ関罪人ではなく村岡弁護士が刑事告発したのかという件ですねまあ大津さんなんかねこれがねあの、第三者がね、刑事告発っていうのは第三者が誰でもできるから大したことないんだみたいなこと言ってましたけどもう本当に。 だ大丈夫かっていう、まあ、感じではありますがえっ、ー、とですねまず。 関西人ががままあああ結局やれるることにまあ限界があるよねって話なんで、すよねでやっぱりあの裁判所と一体だからすごいいっぱいいろんなことができるんじゃないかという話がありましたよね。すごい権限を持ってると。なんですがあくまでそれっていうのはみんなで作る党のな内部までの話ということですよね。だからみんなで作る党の口座を見ることはできない。で、今、あちこちにいろいろ移してますよね。で、その一つに例えば大津やか講演会っていうのがあるんだけれども、そこを調べることはできませんと。 いうことですねじゃあそれをまあ本人がねそもそも開示してくれりゃいいんですけどねあんだけスケルトンって言ったんだからね。 そうでも拒否してるわけですから <laughs> もうやばいよね。で、まあ、ということなのでじゃあ,、まあこれを強制的に調べていこうって話になっていくと捜査権があるのはまあ、警察とか検察になるので、まあ、これを動いてもらうべく刑事告発してますよってことなんですよね。でそれをなぜ関、えー、罪人がしないのかっていうとまあ一応でき,るんで,すよできるんだけれどもまずは民事的解決を目指してるということでまあ金返せということは今一義的に にはまあ,あ大津さんがに言ってるという感じですねだから最初はまあ、口頭でとかであったと思うんですけど後にまあ、書面でっていうところまでいったんでまあたい書面まで行ったらちょっとねまあそろそろあの <laughs> やばいよねっていう感じなんでまあおそらくあと1回か2回ぐらい。 あの一応まあ呼び出して話を聞いたりするのかもしれないんですけど最終通告があってになるか、まあ、ちょっと私は手続き知りませんけどまあ,あのこのまま放置してればねどっかでまあ強制的にっていうのはあるかもしれませんが、まあ、少なくともあの最高裁に広告。 っていうんですか、ね、許可広告と特別広告していて、だその決定が出ないと、まあ、なかなかね、えー、動けないっていうところもあるんでしょうけども、でもそうこうしてる間に、お金なくなっちゃうかもしれないねっていうのがあるからだと思うんですけど、まあ、とにかく早く動いてほしいってことで、刑事告発をまされてるということのようですね。はい、という感じみたいです。で、えー、とあ詳しくはね下に貼っとくんで、立村さんの動画の方見てくださいと。 でさらに、えっと、警察と検察の動きについての解説がありまして、でこれはね、以前も驚いたんですけど、大津氏は初めて警察の取り調べをこれから受ける可能性があるということですね、はいで。今までご本人もね、なんか受けてないっていうふうにおっしゃってたんで、で私とかはもう受けてんだけど、 その何て言うんだろうな本人がその自覚がないんじゃないかみたいなことを言ってたんですけど、まあ、それは間違いということを立花さんに指摘していただきましたねはいということで <laughs> 間違いでしたって感じですね、はい、最近ちょっとあんまり見られてないかなと思って油断してましたねビクビクってしましたビクっ,ってはいという感じですねはいという感じなんでだからそのなんでね私もだ思ってて なんであんなになんか強気のままでずっと入れるのか不思議だったわけですよ。だから、まあ、なんかあんだけいろいろやらかしてて一回ぐらいね取り調べされて、まあ、場合によってはそのね取り調べる側してる方からしても「ちょっとあんと危ないよ」みたいなその <laughs> なんていうのかな。 まあ言いたくなるじゃないですか。だってこれってもうそもそも大津さんがずーっとやってることって、立村さん側の人たちの方が危ないよっていう話を結構何回も何回もしてるじゃないですか。まあしたらブロックされたり、あるいは大津さんの指示者の中でも危ないよって話をしたらブロックされてるわけですけど、まあ、まあ、まあ基本的にはだから、まあなんとなくみんな注意、注意っていうのかな。まあ危ないよって言ってるわけですよね。だから、その、まあ、 場合によっては警察側からも何か取り調べみたいなことがね仮にね何かあった人はその時にあの傷つけた方がいいんじゃないですかみたいなね話があってもおかしくないのかなと思ってたんですけど、まあ、結局それがないっていうこともあったのかもしれませんがとにかくまあエスカレートして要するに危険なことをやり続けてまあ、だから、まあ、警察に取り調べすら受けてないということなんで問題ないと思って。 んでしょうねで世間の声なんか全部ブロックしちゃえばいいしで周りのねまあその持ち上げる方々はいらっしゃいますから今のこの状況においてもまだいるっていうことに私はもう,もう本当に衝撃を受けてですねいやさすがに大津さん死者の中でも疑問を呈したりとかやっぱこれじゃよくないよねとかえこんなお金の使い方してたのってなってる人はいるわけですよ。でもなんか大津さんのまたわけのわかんない説明して「あそうなんです分かりました」ってなってて意味がわからんと。<laughs> <laughs> あのまあどうなんだろうなでもそういう人がひょっとしたらなんかこう世の中にあるいろんな,なんか詐欺的商品とかあるじゃないですかそういうの買っちゃうのかなと思ったりとかしてですねあのそうですねだからリスト取られないように気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、それはちょっと置いといて、えー、と,とにかくエスカレートしてね、まあ、最高裁の判断出るまでお金が使っていって じゃいいと思,い思い込んでたんじゃないかというところですよ、ね、まあこの辺はねちょっと今はさすがにないのかなっていう気もするんですけどどうなんでしょうねなんかだってこれあのー、ちょっとこっちですね、えっと破産<え>、まあ、そもそも破産決定の人は破産決定が確定して。し する日した日っていうのが、まあ、二つあるらしくって、一つはもう破産決定した日ですね。これ3月14日の15日。で、まあ、オツさん、この前後で使ってるんですよね、お金はね。だから、いろいろ分かってんじゃねえかなとか思うんですけど、あの、まあいいや、あの、あ、でも、えっ、ー、と、結局、破産管罪人が入ってきたら、党の口座のお金を動かせなくなるっていうのを聞いたんでしょうね。だから、動いたのかな。<laughs> ちょっともう、すっごいよね。 ではい、まあでもこういうそういうことしちゃダメだよって話は散々前からされてるけどまあ聞いてないっていうか大丈夫だと思ってたんでしょうね。まあ、とにかく問題なのはあのお金を動かすことじゃなくて口座を取られてしまうっていうことで,でお金が自由に動かせなくなっちゃうから出しといてで広告して勝てばいいんだっていう発想なんですかね。すごいっすよね。で でまあまあ、いずれにしても、このままじゃ、えっと、警察、検察も実は動けないって話がありまして、えっとえー、破産決定が確定した日、これ、最高裁判所が棄却する日なんですけども、まあ、これ、棄却するかどうかについては当然確定的ではないですが、まあ、通ったら通ったでね、大変なことですよね、もうこの破産の手続き、全部なかったことによって巻き戻していくわけなんで、どうすんだみたいな <laughs>、<あの笑>なかなかないというふうに思うんですけども、ここでワンチャンいけるんじゃないかということで、一生懸命やってる。 アンチななのかなまあでもいずれにしてもねやってることがやばすぎですよねだから普通で言うとこんなことやってたら時間稼ぎしてやっぱどっか逃げるんじゃないかとしか思えないんですけどねはいまあそのような危ないことをしていたっていう背景えあっていうことをやってますとだからまあただなんかこう大津さん周りの方々っていうんですかね そのやってることがかに似てるというか、まあ、い以前のドロンジュ会見っていうのをなされた時に大津さんの部下だったヒロシさんと翼の党の黒川さんがいて、まあ、3人で記者会見してね花逮捕されるってやってたわけですよね当然花さん逮捕されてないんですけどあれから1年以上経ちましたね <laughs> はいで,でその両隣の2人はもうすでに逮捕されていてなんかこう傾向として似てるんですよねなんかここまあ普通は なんかちょっとやっちゃいけないんじゃないかなって LINE に足してくると周りから「大丈夫か?」とか「それよくないよ」とかあの心配の声だったり注意が入るんですよね。な,なんですけど「大丈夫だ」って言ってそのノリを簡単に超えちゃうんですよ。超えちゃうからそれは場合によってはあかんってなって逮捕になるわけですよね。そうで なんですけど大津さんはその辺うまくスーッとやってきてここをついに裏でやってることはバレたということでもうあ知らん間にこうやっちゃいけないめっちゃ超えてましたねっていうのがもう、まあ、明らかになったということなのでだからね都合よくあらゆることを解釈するから法律ですらも都合よく解釈しちゃって。 まあ、あのやっちゃいけないところまで行ってしまうっていうのが、ねまあ、傾向として似てる気がするんですけど、まあ、お,おそらくそんな感じなんじゃないかということですよねだから、まあ、ものすごく先々までなんかいろいろ考えてたわけじゃないと思うんですよね挟む、まあ、決まったのは急でしたしだから一気にそれで計画が崩れてわたわたする間に打っちゃいけない一定をねさまざま打っちゃったのかなっていう、まあ、まあそんな感じですよね はい、というわけで、えっと、タッチバナナさんと村上弁護士の方では既、すでに警察と検察の方に働きかけていて、まず麹町警察署にはすでに被害相談行っているし、はい、で、あとは東京地検特捜部のほうに、まあえー、村上弁護士が刑事告発されたというところですかね。はい、まあ、というわけで、まあ、現状としては今ここまでなんですよねということですかね。 はいでまあ、ちょっとね今後どうなるかわかんないんですけどまあ、本当の意味で操作が始まるとおそらくまあ、ゃ喋れなくなっていくので立花、まあ、さんがこの件に触れなくなったらねっていうのはまあ、察するしかないのかなっていうまあ、そんな感じですかね。はい、はいいというわけで続いてですねまあ、大津さんのねいわゆるブ,ブ,ブーブメラ問題っていいうのかなはい、をやっていきたいと思います。はいというわけでこちらが大津さんのポストですけれども。 えーと虚偽のルフということで、党に対して多額、あ、ていうか、その <laughs>、あの <laughs> なんて言うんだろうな、まあ、これは、あの橘さんからね、その公選法違反でね、虚偽のルフってやられたから、それに対する、まあ、返しのつもりなんだと思うんですけど、えっ、ー、と <laughs>、虚偽のルフ、ドーンみたいな感じじゃないですか、<laughs> 本当に <laughs>、本当に橘さん好きだよね。えっ、ー、と、あーでもこれ言うと怒るかな。でえー、と 党に対して多額の個人債務を負いながらあ、その支払いを拒否し、会計情報の引き渡しを拒み、渡してるんですけどね。あの 取、えー、得した口座の資金や政治家女子からの供託金の返還金800万円を着服し母外債務6億に対して説明を果たさない橘隆が教員のルフを行っておりますみたいなまた始まりましたねっていう感じでねいやもう人のことはいいからまず、あのー、代表者としてお金の説明早くしてくださいよお金返してくださいよっていう話だと思うんですけどね。はい、だから人にに説明求める前に <laughs> まず、ちゃんとやんなさいっていうね、はい、感じで、今のでブーメラン何個か待ってましたね。で、えっ、ー、と、政党交付金を債務返済になっていることはできないという、えー、政党中正法と破産法の矛盾による広告を行っておりって、もうこれまだ言ってるんですよね。一応裁判で出たんですけど、まあ、広告してるからまあ言っちゃいいんですけど、はい。という感じで、えー、と広告に破産を止める効果がないため、みたいなことですけども、 えっとまあでも大津さんのこのやり方が通用しちゃうとねみんなねやっぱり広告してですねまあまあ破産を遅らせてその間にいろんなことをやる人が増えちゃうかもしれないですよねえっ、ー、とまあそれは犯罪なんですけどね <laughs> あの, <laughs> の内容によってはね でえっと、不可逆な影響が生じるのを避ける意味もあり関全にに対しても即座に詳細事項まで共有できていない状況にありますっていう感じでもう4ヶ月さっとんねんみたいな感じで早く出したらみたいな、まあ、そんなこと言ってる場合じゃないよっていう話だと思いますね。はい、ていうかもう大丈夫かな。でえー、っとそして立花氏は不確定情報を歪曲し悪意を持って拡散をしておりますが <laughs> あの。 <laughs> これもまた名誉毀損じゃないか大丈夫かな、まあ、こんくらいはギリなのかなでそもそも破産申し立て自体の目的が代表権を取り戻すことにあり不当であることに加えっていうんですけどまあ破産の、まあ、自体の目的って言われちゃうと一旦整理してまあそれなりに資産を回収っていうことですかねまあ大津さんがなんかジャブジャブ使ってる可能性があったわけでまあ実際使ってたわけじゃないですかまあ合ってたじゃないですか でさらに、えっと、代表権が戻ってくればお金を生むことができるので返してねっていうのはセットでいずれついてくる話ですよね。はい、全然不当でもなんでもないですよね、はいで。前例のない憲法判断をまず裁判中であることをやるっていうことで、まあ、非常にもうここまでの手を打たしてる時点で非常に迷惑なことをしてるんですけどね。はい でそして、えー、当然ですが、契約したプロモーション会社には登記がありますってことで、これはもう破産管財人の方から、最初にね破産管財人の方に、まあ、お父さんの会社に入れたり、あの現金で渡したり、<laughs> いろんなこと言われてて、そのうちの一つは、なんかもう登記ありませんよみたいなこと言われていたわけで、でここでも食い違ってるわけで、破産管財に嘘ついてんのみたいな話なんですけど、おそらく今、画策してるですね、1社にまとめようとしてるわけで、そこには登記があるってことなんでしょうけどね。はい。で と運営は11月まで私費で運営しており会計情報の引き渡しを拒んだためにまだこれ言ってますね。<laughs> 渡したって何回言えばいいんですかね。えー、と12月初旬に新規口座を開設できるまで凍結口座以外の預金口座はなかったということを言っていてなので父の会社に一時建て替えを依頼しプロモーション費用を後に清算しましたということですかね。はい。 ということになると、つまり、えー、っとですね、1,500万は、まあ少なくともプロモーション費用に消えたよっていうことを言ってるわけですよね。まあ,あの、4,150万もひでえと思いましたけど、1,500万ほどのプロモーションって何やったのってう話ですね。 だからなんかプロモーションもいうのっぽいものといえばなんかみんなで作ろうとって名前変えた時に何かね3人で仲良く写真撮ったみたいなねまあそのうちの一人辞めちゃいましたけどそれぐらいであれで1500もかけたんですかという感じで <laughs> お「遠いにお金かかんないんです」とか「立花さんの無駄遣いが」っていうのはもう本当にブーメランどこの話じゃないし。 まあ怪しいですよ本当にねだから今考えるとあの何だっけロゴみたいなやつも最初から決まってたとかあるんじゃないですかねでで何かそこを迂回するためにまあ一応その公募という形をとってみたいなまああくまで可能性ですけどね売っても疑いたくなるぐらいいろんなことが怪しすぎますよね。で えーとそして、まあ、そうするとね、まあ、仮に最初から決まってたってなるとね、応募した人がちょっとね、みたいな感じでね、まあまあ、いろいろおかしいなと思ってるところがあるんですけど、ね、まあそれちょっとまた別でやります。はい、当時、あえて言わなかったんですけど、はい。で、えっ、ー、と、そしてその他の1650万や1000万は、当の資金から追加でプロモーション会社に支払いをしています。 えーと、もう意味がわかんないですね。見積もりを3社取りましたが、契約したのは1社だそうですという感じですね。はい。<laughs> <laughs> まあまあいいや。じゃあ、もう現金で払ったのなんなんみたいな。<laughs> もう意味がわからない。<laughs> こんな言い訳でわかる人どのくらいいるのかな。も <laughs> うこの通用んでしょ。<laughs> はい。いいから早く返しなさいって話だと思います。で、えー、と、立ち話のキックバックをするという発想自体が、 なんでこの話が急に出てくるのかよくわかんないんですけどね。はい。えー、っと、斎藤議員のスイッチとの間のお金を回してたことが危ないので代表権は回してほしいと。これ本当にそういうこと言ってたんですかね。これ言ってなかったらまた名誉毀損じゃないんですか。はい。まあ、この辺はちょっとよくわかんないですけど、みんなで作るとは、すべての契約を適正に行い、みたいなこと言ってるんで、じゃあ全部出してくださいねと。1.2億使ったわけですから、早く出してね。<laughs> あの、ちょっともう <laughs>。やばいよね、これ。 だって、あったらとっくに出しているでしょうみたいな話で、で、プロモーションにおいても、発散開始決定を受けてから業務を停止している状態ですということで、まあ、っていう感じなんで、もうちょっとこれ本当によくわかんないですよね。あの プロモーション活動をどのくらいしてそれについていくらかかってそれについてどのくらい支払いをしてで残りは今止まってるんで返してもらいましたとかだったらまあわかんなくないんですけどいずれにしても途中で金を全額払うっていうのはまあまずない話なんで毎金で4150万とかあります <laughs> ちょっとね払いすぎですねどこの会社か知りたいですねでえっと はい、でさらに、後援会の資金移動、つまり2000万ですね、大津彩加後援会についての資金移動に関しては、昨年から計画していた今年を数多くあった選挙に備えた通常の対応ですって言ってるんですけど、まあね、なんで昨年、動かしてなかったんですかっていう話ですよね。 でそれはおそらくですけどおそらくですけど収支報告書に書いちゃうと今年の秋にバレちゃうからそれを隠すために、えー、と翌年にしようと思っていて思っていたらちょっと破産手続きみたいな始まったんで様子見てたんですけどまさかまさか通っちゃったらしちゃえみたいな風に見えちゃうわけなんですけどさあどうなんでしょうか。 で、えっと、党の資金を使う場合は、役員会承認の上、私自身の振り込み管理が必要なため、スピード感という意味で、便宜上移すのが妥当なんですって。はい。まあ、意味がわかんないよね。<laughs> あの、要するに、自分で自由に使いたいからみたいな、まあ、そこに移しちゃうとね、洋服買ったり、好きに使えちゃいますよね、みたいな、まあ、感じなのかな。まあ、ちょっとよくわかんないですけどね。どっちにしたって、大津さんが使ってるわけでしょ違うのかね。あの、はい。で、 収支報告を行うでも実態が分かりやすいということですかね。はい、で、えー、と選挙予定候補者への選挙対策資金の移動は他の党も弁宜上当たり前の行われてるっていう感じなんで、まあ、それをすごく批判してたわけですよね。ロンダリングじゃーっつってねちょっ言ってること本当に意味がわからないわけなんですけどね。 はい、でまあ随時あのディスが入ってくるんですけど NHK とのように代表者個人への貸し付けなどで使途不明になるような処理を本当は行っておりませんということなんですがもうすでに使途不明金だらけで金返せって言われてるだろうということですねしかも第三者機関であるもうほぼ第三者機関である破産管財人が調べて金返せと言ってますよというところですねはいでえー、とプロモーションや講演会の資金移動も えー、破産開始決定を受ける前の話ですということをおっしゃってますと。はい、という感じなんでね、まあ、これについてはもう法廷でもその理屈をね繰り返してくださいっていうところにつきますかね。で、えーと、私や私を批判した指示に対しての深刻な人権侵害、名誉毀損等々ですかね、まあ、これについての解説は、立村さん、先ほどされてましたということですね。 立ち氏は全代表者や全会計者としての責任を果たしていただきたいって言うんですけどもう本当に最大のブームが来ましてまず現代償者としての責任を果たせと債権者集会に出てこなかったの誰やーみたいなねあの <laughs> いう感じですねはい。 で、えー、本当は、関査や裁判所の情報共有を進めてまいりますということなんですが、それができてないから金返せと言われているし、情報不明なところがあるというふうに、まあ、追及されているわけなんですけどね。はいで、さすがに、ですよさすがにこれはちょっと大津さんの支持者もちょ,ち,ょちょっと説明足りんちゃうかみたいな、と <laughs> いうかおかしいんじゃないかみたいな。 ままあまあブロックされてない人の質問ですからねまあまあそれでも緩い質問があったわけなんですけどもそれについてもやろうと思ったんですがちょっと長くなってきたんでまた、えー、と次回に譲りたいというふうに思います。以上です。ブーメラン小市でした。